刺されそう。刺されるわ。頑張れ、マコ。インスカートのマコはコラッタをクリピーカーゲーム実況始まるよー。まーちゃんとおーちゃんとパパとママです。去年合わせてひまわりチャンネルです。毎回なんなんこれね。4人合わせてってどういうこと。ね、前回は、はい、もう時はの森が、はい、もう入りましたよ。やりたいやりたい。ピカチュウがいたんですよ。ね、ね、いっぱい野生のポケモン、ね、野生のポケモンがいっぱいいます。野生のポケモンがいたんですよ。いたんですよ。なーに何を言わせんよし、早速もう森行こう。はい、ね、おーちゃん。ねえねえ、イーブイ寝てたよ。あ、ほらほら、いっぱいいる。気をつけてね。ねえ、ちょっとおーちゃん、曲がろうって。ねえねえ、パパ、下行って。ちょっと待って。ピカチュウ。ピカチュウ、ピカチュウ。ねえねえ、ピカチュウ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 。ピカチュウ。ちょっと待って。おーちゃん、やるか。野生のピカチュウが飛び出してきた。君たち、なんかウルトラポールないね。ちゃんと、じゃあ頑張ってね。木の実はバッグから選んで使います。木の実使った方がいいの。せーの、ほいほい。大丈夫かな、ピカチュウだよ相手は。ほい、あーあー、惜しい。あとちょっと3回言ったんだけど、ちょっと。せーの。え、まーちゃん投げてないじゃない。投げたよ。1個しかないもん。おーちゃん投げたボールしかない。おーおーおー、ピカチュウ捕まえた。ピカチュウ、ね、ピカチュウがキュー。お、ピカチュウ、あのモンスターボール、あ、おー、あ、おー、あれ、おー、あ、これまだ捕まえてないじゃん。これさ、あのなんだっけ、ピカピー、そうそうそう、せーので、おまがエクセレント、エクセレント。これ来るでしょ。やったの。新しい技を覚えさせるために一つ技を忘れさせたのか。それはしたくないことだ。したか、したかじゃない、したたがないことだ。仕方がない。ブンツブン。お、まだいっぱいいるよ、ここに。何それ。うるさい。わ、この森怖い。ここに触れようぜ。ポケモン、なにこいつ。さなぎ、さなぎ、トランセル、トランセル、構え、せーの、エクセレント、ナイスナイス。バウンバウン、おっ、ブワー、猫みたい。ちょっと待って、マーちゃん、ちょっと待って、マーちゃん。さっき8いた。 8?これ戦わないことできる。おトイレ、パパおトイレ行ってくんね。せーの、おし、これは逃げられないでしょ。おー、でっかいハチいたんだって。マジで、あれ捕まえられるのかな、ダメージ受けるのかな。さ、わからない。ほら、ハチいた、ハチいた、あ、強そう。おいやべえ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 、スピア、野生のスピア、野生のスピアは珍しいぞ。構えて、せーの、せーの、そんなむずいの。せーの、お、お、行くか、行くか、行けるかな、行けるかな、頑張れ、いけるかな。おい、また捕まった。よっしゃー、イエーイ、わー、イエーイ、すごい強そう。
めっちゃ強いんだよね、これ毒タイプだし。刺されそう。刺されるわ。手持ちポケモン、あの5番と6番変えたらいいと思うよ。レベル9のマダツボミと交換して、そうレベル9のポッポと交換する。そうか、うん、ポッポいらないもんな、うん、じゃあポッ ポさよなら。ポッポさよなら。モンスターボール探さないとじゃない。モンスターボールね、さっきここにもあったよ。本当ダメ、戦い挑まれるよ。虫取り少年のマサフミが勝負を仕掛けてきた。マサフミ、虫取り少年のマサフミが何よ、ミートルを出した。なんだよ、スピアにしたい。スピア行っておりはずじゃん。なんだよ。お、俺変わってるよ。だ、2番手が出ると思うんだよね、多分ね、ちょっとレベル低いよね、でもニドラだからピカチュウにすればいいんだよ。ほんま、電光石火は電光石火。何それ。え、なんか攻撃じゃん、電光石火。続くね。よし、行け。行け。おお、一発や。一発。やば。ごめんね。うん、ごめんね、ごめんね。高踏みだけどな。王ちゃんは賞金として36円手に入れた。ちょっとね、その賞金誰から出たの。わかんない。マサフミから。マサフミから。ごめん、マサフミ。モンスターボール3個手に入れた。マサフミごめん、マサフミごめん。36円カツアゲ。モンスターボール、モンスターボール、この子じゃない、この子。ねえねえ、おっきいピカチュウ持ってる、持ってるよ。あー、奪われる。ミニスカートのマコが勝負を仕掛けてきた。頑張れ、マコ。ミニスカートのマコはコラッタを繰り出した。コラッタだって。んだよ、弱いな。いっておいで、ハクちゃん。サポートトレーナーニドランを出した。俺ピカチュウにしてよ。ね、電光石火強いね。はい、じゃあパパ負けられない。パパはじゃあ睨みつける。ただ睨みつけるだけ。お手放し。睨みつけられなかった。これピカチュウにしたらさ、すごい絵になるよ。嘘でしょ。 EV のピカチュウ。おーちゃんは賞金として80円手に入れた。姉ちゃんそこそこ持ってんじゃないか。モンスターボールも3個手に入れた。なるほど。え、この森もそんなに広くないよね。あ、こいつ捕まえるか。うん、コクーン、コクーン、コクーン、ふぅー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 、イノムシ、かわいい。せーの、エクセレンス。すごい。抜きしますか。なんか、似たような鳴き声だね。ね、うん、みんなね、なんか似たような鳴き声だね。わ、毒針覚えたって、ニドラン。え、ニドランいいんだよ。お姉さんね、絶対勝負仕掛けてくるよ。あ、こんな遠くなのに前通っただけで。モンスターボール投げるコツ知りたい。ミニスカートのしのぶが勝負を仕掛けてきた。しのぶ頑張れ、しのぶ。しのぶを応援するんかい。あ、ポッポだ、ポッポ弱すぎる。電光石火強いんですよ、やめないでください。ポッポしかもさ、レベル4だし。パパも健康性から。おい、いけ。おお、一発、一発。もう森、あ、なんか家がある。家がある。家行きたい、家行きたい。虫取りお姉ちゃん、お兄ちゃん、あ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 、戦っちゃうじゃん。まあいいや。なんかすごい何かをまとったさ、ポッポがいるんだけどね。確かに。この名前なんて。虫取り少年の達弘が勝負をかけてきた。達弘が、達弘、達弘。虫取り少年の達弘はトランセルをクリアした。やっつけるんだ、あいつか。あいつをやっつけろ。達弘をやっつけろ。36円くれ。あいつをやっつけ。達弘め、達弘め、達弘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 。電光石火、達弘こらえてるよ。超強い。なぜか達
チロに魔法かけた。なんで魔法かける必要があるの。あーあーやられた。ハートちゃん、ハートちゃんやられてねえじゃん。ちょっとだけ減った。人工石化で。この顔はタチロにそっくりだ。タツヒロタツヒロ。よし、タツヒロに人工石化とどめだ。よっしゃ、ランドセル。イエーイ、タツヒロ楽しかった。タツヒロやっつけたぞ。ハートちゃんレベル12に上がった。よし、タツヒロ。よし、家に入りましょう。はい、家に入りましょう。CP が高い、ポケモンほど戦闘能力が高い。なるほど。いろんな能力を合わせた総合的な数値らしいぞ。うん、あのおじさんは、うん、道路のあちこちに細い枝の木があったろ。あったあった。あった。秘術けさぎりという技で切って通れるそうじゃん。森や洞窟しかいないポケモンも多いよ。いろんなポケモン取るならしつこく探し回ることだね。はいはい、それだけ。じゃあそっち行けばいいのかな。そうだね、これで新しい場所じゃない。いい感じの街でそう。全然ちゃう。いつもの間違えた。町だ。あれ、マー君。マー君、あ、勝負じゃない。ちょうどよかった、マー君に会うなんて。おーちゃん、この町にはポケモンジムがあってさ、うん、ものすごく強いジムリーダーと戦えるんだ。おーちゃん、何でスライム作ってんの。ジムリーダーは手強いけど、強くなりたいなら挑戦したやつだぞ。はい、よし、俺からの応援の気持ちだ。なんかくれるらしい。おーちゃんはマー君から傷薬を5個もらった。え、ありがとう、マー君。ありがとう。じゃあマー君に100円使いあげる。ここまでに貯めた賞金でおーちゃんの分も買っておいたんだぜ。ありがとう。ジムリーダーに勝てば一人前のトレーナーだぞ。おお、頑張れよ。頑張れ。マー君、自分稼いだのね。うん、返す返す。はい、全部やってください、お願いします。じゃあお姉さんとやりましょう。早いね、元気になるのが早すぎる。スイッチ持ってた。スイッチ持ってた。本当だ、本当だ。足掛けてみ。あなた、ちょっとスイッチ持ってるでしょ。ピカチュウ欲しいな、私のピッピと交換して。やだ。よし、ジム、ジム行くの。ジム、ジムどこだろう。あれ、ここがジム。ジムっぽいね。看板見ればいい。おーちゃん、何か、何を書いてあるかわからない。ジム、違うそうな、図書館。ここはジムなんですか。あ、これ人、お金しか言わねえ。どこですか、教えてください、まあ、ここじゃないね。看板見れば。ニビ科学博物館だって。博物館だからいいや。わーわーわー、おーちゃん何やってんの。もう、うわー、これ持ってる。私ね、ポケモン GO のやつで持ってるわ。お母さん、どうしたの、このポケモン。もうヤドンちゃんったら困ったわね。どうしたの、何言った。あら、あなた、もしよければお願い聞いてくれない。はい、クエストじゃん。はい、これからニビ博物館に行きたいんだけど、ヤドンちゃんたらテコでも動いてくれないのよ。しかない。うわー、ヤドンと戦うしかないんだ。よかったらちょっとの間ヤドンちゃん見ててくれない。いいですよ。いいですよ、助かるわ。じゃあちょっとの間こ使いちょうだい、ばあちゃん。ヤドンちゃんのことお願いね。300円。なんで、なんで、なんで。どうしたらいいの、ヤドンちゃん。やったー、ヤドンちゃん。ヤドンかわいい。ヤドンはぼんやりと正面を見つめている。なんかあんのかな。ヤドンちゃんとのんびりした時間を過ごした。はい、イブドベドベ。ヤドンちゃんのこと見ててくれてありがとう。はい、これおだちんよ、受け取ってくださる。
おーちゃんはおばさんから大きな真珠をもらった。わおーちゃんは大きな真珠をバッグにしまった。真珠？よければまたよろしくね。はい。真珠の指輪？こんな可愛いスライム見たこともない。ちょっと話してもいいですか？ピッピって月から来たって噂知ってる？知らない。お月見山に月の石が落ちてから見かけるようになったの。ん？今もーちゃんとシンクロした。知らないって。これジムじゃない？ここジムっぽいね。ここジムじゃない？もしかしてジム？ジム？ジム？あ、ディームだ。ディーム？ディーム。ディームじゃないでしょ。よし、戦うぞ。ジム。え、強そう。オス、ジムの挑戦者だな。はい。俺はトレーナーじゃない。しかし、お前がジムリーダーに挑戦するにふさわしい。やつかどうかは分かるぜ。そうなの？早速だが、ジム、ニビジムではタイプの相性を知っているトレーナーでないと入ることを認めない。ジムリーダーの使う岩タイプのポケモンに有利なタイプはいくつかあるが、ジムが初めてのトレーナーには草タイプか水タイプのポケモンを使ってもらっている。なるほど。ジムリーダーと戦いたければ草タイプか水タイプのポケモンを俺に示すのだ。うん。まーちゃんわかる？草タイプ、水タイプ、どれが草タイプ、水タイプ？草タイプはもう、もうまだつぼみじゃない？まだつぼみ絶対草タイプだね。よし、そのポケモンなら合格だ。おお。それでは進め、そして目指せポケモンチャンピオン。わあ！進むぞ。あ、消えた。うん、いなくなった。はい。ここはニビジム。今までの相手とは一味違うわよ。一味。ここはクニックがあるの。何？クニック。キナ石つぶて。おお、強そう。ハートちゃん頑張れ。ハートちゃん出るんだ。頑張れ頑張れ。レベルはこちらが高いわよ。電光石火、電光石火、電光石火でいきます。電光石火いけ。いや、おお、やばい。効果は今一つ軽くなる。は、攻撃、あ、防御力上がった。よし、こいつの防御力下げよう。防御力を下げる。ここからともなくサポートとネーナスが下がる。あれ、来た来た。いいの？え、でもさ、ちょっとポケモン変えないとダメじゃない？草タイプの方が強いのかも。え、でも やっちゃう。変えられないでしょ、もう。え、変えられるでしょ。え、変えられるよ。変えられるよ。変えられるよね。じゃあ、尻尾振って。そして、パパ攻撃するから。パパは電撃ショック。ね、電撃ショック。電気じゃダメなんだよ。相性悪いんだよ。どうする？電光石火でいきましょうよ。鳴き声？電光石火。電光石火。だから草タイプにしないと。どうやってするの？お、ちっとも減らな。なんで先に芝を振ったんや。わ、体当たりしてきたよ。やー、痛い。うわー、急所に当たった。ほら、ポケモンとかバッグとかあるじゃん。いた。ポケモン、ポケモンかな。ポケモンバッグ。どれにする？こう、まだつまみで。草タイプがいいよ、草タイプ。まだつまみで。草タイプがいい。草タイプだよ。ピカチュウは、あいつの攻撃力を下げ。シポフ。から鳴き声。鳴き声にしよう。ピーッ！ちょっとー。ゆっくり。よし、頑張れよ。ポッポコポンポンポーン、ポッポーン。よし。攻撃力下がった。お、こいつ流した。上がった。防御上がった。上げたか。じゃあ、戦う。戦う。粒の持ちかな。粒持ちだ。うん。葉っぱいけ。巻きつく。巻きつく？これはきついて。尻尾振る。かわいい。おならだ、ブーブーブー。かわいい。防御下がった。おならだ、ブーブーブー。あー、今一つダメじゃん。やばいよ、みんな大丈夫？ピカチュウや
あ、でもなんかめっちゃ巻きついてんね。何回も巻きつく、巻きつかれるんだ。じゃあまー、あ、ちゃん次はあれだ、鶴のムチで。さすがトレーナーの、トレーナー強い強い。鳴き声しようか。お、強い音。下がった。攻撃下がった。いけ。おお、え、すごい効果抜群。何これやば。イエー、なんか梅干し男みたいな。今までの挑戦者と一味も二味も違う。いくらくれんの。早く。おーちゃんは賞金として140。イエーイ。こいつやっつけて。やっつけちゃうぜ。待ちな。子供が何の情だ。たけしさんに挑戦なんて。子供じゃない。一番光点早いんだよ。キャンプボーイの年数が勝負を仕掛けてきた。あれや、キャンプボーイの年数は後ろに行って。まだやまだやない。目をどこ。あれ、ハートちゃんだ相変わらず。よし、変えよう。もう最初から。よし。あれにしろ。相変わらず強い。早った。皆さん体当たりしないで。痛い。戦え。もうムチ一発で終わるんじゃない？鶴のムチ。ね、一発終わると思うよ。でも攻撃力だいぶ下げてたからね。流行ったり、うん、流行ったりしてみそう。いけ、バーン。体当たり。あ、まあまあ、鶴のムチ。鶴のムチ。おお、草タイプ強えわ。いいよいいよ、草タイプ。はい、140台ください。140台ください。しまった。1万光年は時間じゃない、距離だ。おーちゃんは賞金として140円って逃げた。イエーイ。 I love you 虫。最初から変えましょうね。もう I love you 虹ドラン。虹ドランは何タイプ。 I love you 虫。毒タイプだよ。見れる毒タイプ。毒タイプです。で、ミゲ、今ミゲルって言った。今ミゲルって言った。ミゲルじゃねえよ、アホ。はい、じゃあまーちゃん、いよいよトレーナー、ハケシド。よし、ハケシ、来たな。俺はニビ、ポケモンジム。リーダーのタケシ。はい。俺の固い意志は俺のポケモンにも現れる。そうなんだ。固くて我慢強い。うん、そう、使うのは岩タイプばっかりだ。なるほど。ふははは、負けると分かってて戦うか。そんなわけ。ポケモントレーナーのサガだな。いいだろう、かかってこい。ジムリーダーのタケシが勝負を仕掛けてきた。タケシ、いくら持てんの。さっさと金出しなさい。1000万円。こいつな、一発やん。ね、レベルは一発よね。あ、でも11だよ。いや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 、11同じぐらいだよ。大丈夫大丈夫。よし、じゃあ尻尾を振りましょう。体当たりでもいい。よくない？ I love you。 体当たりあんまり。おお、ならブリブリ。 I love you。 なんでおならブリブリ。防御下がった。いけ、鶴のムチ。おお、え、ちょ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 、え、たけし、たけしどうした。めちゃめちゃ弱いやんけ。弱いやんけ。弱いやんけ。うん。I love you, Lucy。ほらほらほら、なんか新しいのも覚えたよ。I love you, Lucy。イエーイ。あれ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 。ずるくない？終わりじゃないよ。ずるくない？こいつ3号持ってる。ムチ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 。2号持ってるか。ほら、2号持ってるよ。うわ、じゃあもうね。おちゃん、おちゃん、防御防御防御下げる。なんじゃこりゃ。下げる。やべえぞ、やべえぞ。尻尾振れ。尻尾振る。よし、尻尾振る。尻尾振るぞ。痛ぇ。痛ぇな。先制攻撃。なるブリブリ。ブリブリ。
いけ、ムチだ、ムチ、いけ、いけ、おお、勝ちそう、勝ちそう、いける、いける、ムチ、よし、ムチ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 、俺のムチ、なんで余地になってんの、俺のムチ、防御力下げる、尻尾振り、ねえ、こんなか、こんなやってんの、あお、おお、結構効いた、おならプリ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 、頑張れ、頑張れ、やるぜ、やったぜ、いけいけ、しとめだ、とどめ、よし、イエーイ、イエーイ、勝ったぜ、やった、ちっちゃい、34の経験値、よっしゃ、やった、やった、やった、レベル上がった、イエーイ。新しい覚えた、もうないでしょ、レベル上がったよ、もうないでしょ、もうないでしょ、めっちゃレベル上がってる、君を見くびっていたようだ、おーちゃんは賞金として1920円もらった、手に入れた、今まで最高金額で俺に勝った証にポケモンリング公認、おグレーバッジを授けよう、ありがとう、ありがとう、おーちゃんはたけしからグレーバッジをもらった、やったね、グレーバッジがあれば人からもらったポケモンでもレベル20までなら言うことを聞いてくれるぞ、おあとそうだ、これを君にあげよう、なんだ弁当、おーちゃんはたけしから技マシン1、技マシン 1？ ずつきをもらった、おーちゃんは技マシン1を技マシンケースにしまった、技マシン、技マシンを使うとポケモンはすぐその技を覚える、それに使ってもなくならないぞ、ところで技マシン1には、ずつきが入っている、岩のように硬い頭で相手にダメージを与える技だ、なるほど、なるほど、はーい、じゃあこんな感じで今回はたけしを倒して、な、な、え、何、誰、お前ってさ、もしかしておーちゃんってやつだろ、お前は誰だよ、あ、すごいです、やっぱりな、さすが俺様、誰や、まあ、熱性強いよ、俺はグリーン、グリーン、俺と同じマサラタウンからトレーナーが旅立ったって大木戸のじいさんに聞いてさ、早速見に来たってわけ、しかし最強の俺がアドバイスをやろうと思ったのに、もう終わっちまっていたとはな、なかなか見どころあるじゃん、これご褒美だぜ、何、おーちゃんはグリーンからスーパーボールを5個、おー、ありがとうな、グリーン、お前いいやつか、モンスターボールより捕まえやすいボールだぜ、ありがとう、なあ、ところでそれポケモン図鑑だろ、まあ、はい、じいさんついに作ったんだな、え、俺の時は地図に鉛筆で分布書き込んでたからな、じいさんが、せいぜい大木戸のじいさんに協力してやってくれ、おお、それじゃあまたな、ちょ、寝癖直した方がいいよ、じゃあここで一回、はい、はい、ここで終わりにしましょう、はい、ね、キリンいいとこで、うん、今回は、はい、ポケモンジムのトレーナーたけしと戦って勝ちました、そこまでやりました、いや勝ちましたね、結構楽勝だったね、楽勝、まあ楽勝っていう、うん、楽勝だね、まちゃんちゃんどうでしたか、全部楽しかった、先行プレイの時はできなかったこともね、いろいろできたから、なんか面白かったなと思いましたよ、私はジムでたけしに勝てたのが嬉しくて、めっちゃコインがもらえたんだよ、しかも草タイプが強い、これよかった、今度お金使っていろんなものを買い物できるんじゃない、そうですね、まだまだね、冒険がたくさんありそうだね、第3弾も第4弾も出したいと思います、皆さんよろしくお願いします、グッドボタン押してね、チャンネル登録もよろしくお願いします、バイバイ、また見てね、海外にドロン、早いな、ドロン、早いな、ドロン、野生のポケモン、マーちゃんが出た、捕まえる、カシャ逃げた、逃げた、バイバーイ、最後まで見てくれてありがとう、チャンネル登録お願いします、次の動画も見てね、バイバーイ。